えぐいてー。全国の徳田さん、こんばんは。深夜の放送部ことタンクです。まあ、今日なんですが、今 YouTube 界でドッキリが流行っておりますよね。ドッキリという名目で実際に被害を生むというね、なんとも斬新な企画ですよね。僕も結構ハマって見てるんですけど、大体日本だとドッキリっていうのは身内だったり芸人さんだったりそれなりに理解を得れる方にかけるのが常識ですよね。しかし海外なんかでは相手が誰かもわからないような状況でもドッキリを仕掛けたりします。それゆえネタバラシをしても怒りが収まらなかったり失敗に終わることがあります。では本日はドッキリが失敗に終わり偉いことになった事例を紹介していきます。1つ目、バイラルブラザーズ。はい、こちら海外の登録者280万人近くの方々です。この方々が一般人に対して行ったドッキリの内容なのですが、駐車場に止めてあったラファさんの体の一部でおなじみランボルギーニに対し脱粉するというどう考えても面白い内容。もちろん作り物を用いたドッキリだったのですが、持ち主の初老の男性は興奮してブチ切れてしまいます。懸命ネタバラシをしようと試みるも聞く耳を持たず、すると最後初老の方は怒りが収まらずテーザー銃で仕掛け人をブチ抜いてしまいます。思いもしない結果になったということなんですが、その瞬間ありますんでどうぞ。フルが見たい方はぜひ概要欄です。次です。2つ目、テレビ番組。はい、失敗例は素人だけではございません。まずこちらの映像を一度は見たことがあるかもしれません。解説はジョン・カピバラです。どうぞ。さあここから右サイドバック、さあ上がっていく、中はガラ空きだ、どうする、どう出る、シュート、見事なゴールっていう有名なやつですね。この映像、逃げる強盗を撃退したとかで日本で一時期話題になったんですが、実はドッキリ失敗の一コマです。とあるテレビ番組が一般人に捕獲用のネットをかぶせるというね、なんともひねりがないドッキリを仕掛けた結果、一般のどう見ても強い男性が激怒。仕掛け人は身の危険を感じ逃走するのですが、その先にはノールックでサソリみたいな角度で蹴りを使うというね、さらに強い男がいました。この後番組スタッフが説得するものの、男性の興奮は収まらなかったということですね。偏見なんですけど、大体こういうティーパブロンみたいなズボン履いてるやつって喧嘩強いですもんね。俺も履こう。次です。3つ目、相川翔。はい、こちらカブトムシでおなじみ相川翔さんに対し、2006年3月16日のめちゃイケで行われた企画、リアクションが全く想像できない人にドッキリを仕掛けるというものにおいて事件は起きました。テーブルのクリームを爆発させ翔さんをクリームまみれにするという内容だったのですが、それに対し翔さんはブチギレ、またナイナイの岡村さんの顔が真っ白になることになったということなんですが、まあこれ結果笑って放送されたんですが、まあ、そのブチギレの一部始終が流れて今ではおそらく放送できないだろうというような貴重な内容になっております。なんかナイナイの岡村さんってキレられ気味ですよね。なんかそういう気質がありそうですもんね。何笑ってんだよ翔さん言っておりましたけども、怖い。最後です。4つ目、デイジーチャンネル。出たー、覚醒剤ドッキリ。忘れた頃にやってくる男ですね。はい、こちら国内の YouTube において警察官の前で覚醒剤のようなものを落とし逃げるという海外を意識したようなドッキリ。ドッキリだったのですが普通に捕まりました。バリ炎上しました。お疲れ様でした。以上ドッキリの失敗例でした。他にも最近ね、ワンちゃんを使ったドッキリがテレビで炎上しましたね。何でもドッキリの一言では済まされないということです。はい、というわけでじゃあ今日はどう考えても失敗するドッキリをねコメント欄にお願いします。以上です。あ、なんで僕ら許されるし、お休みだし。